まあ、バスケバスケナイスちょっとやってたんだっけ、バレーだったアーリーはやってない、やってないよな。よし、おい、あ、いつものだ。バスケ関係ないんだ、いつものだ。何がよしよ、何がよしだもん。もうこれで固定する。めっちゃ狭いところから出てる。さあ皆さんこんばんは。はい、今週も始まりましたヒップホップ55分間生放送でお付き合いください。5月最後の放送ですかね、はい、5月27日758回目の生放送ということで、はい、ですね、キングスがファイナル一戦勝ちました。素晴らしい、一本あと一勝、はい、これは嬉しいですね。めっちゃテンション上がりますね。いや、ということはすごいね、延長延長で勝ちましたからね。明日勝ったらもう日本勝です。念願の、見えてきましたね。見えてきました。いや、ぜひ皆さんで応援したいですね。はい、はい、頑張ってください。まずはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説。よしょい、うん、はい、今週のお題はびっくりとなっておりますよ。はい、行きましょう。はい、来ております。ヒップネームエロザイルさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。取引先の後輩がタバコくださいと言うから、うん、あと1本しかないなと言ったのにもらいよった。俺は何を吸う。もう、あと1本しかないなはもうごめんなって、うん、他回ってっていう挨拶。どっちが後輩が心臓強いのか、うん、エロザイルさんがちょっとバカにされてるのか、うん、ちょっと教えらってますよね。確かにちょっといけ、あなただったらいけますよね、うん、みたいな1本ぐらい。絶対このシージャノだったらいいかなっていう。ラス1しかもシージャノな、なかなかもらえんな。はい、続きましてヒープネームキモタクさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大体の女子はびっくりさせるとキャッとか言いますよね、うん、この前子供たちと一緒に嫁を驚かせた時に、うん、嫁の口から出た言葉がガジェだった。何、嫁にガジェって何かって聞いたら思いっきり名号サークだった。ガジェ、ガジェ。でもこれ気持ちめっちゃわかります。アガーか、言ってガジェって言うの。ガジェは言わないんですけど、ああ、こうやってうわって驚かした時に、ああ、キャーって言える人が私羨ましいんですよ。とっさに出る言葉がキャーとはなかなか出ないってことね。ならない。でもガジェはないだろ。こんなダク、これもうちょっとウルトラマンっぽいじゃない。ガジェ、ガジェ。もしくは北斗の拳ですよね。ガジェ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 。アベベみたいな、ヒデブヒデブみたいな、あれ近いものがありますよね。はい、じゃあ続きまして、はい、ヒップネーム、マッツンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、すつい先日ふと自分の苗字の由来を調べようと検索してみると、実は漢字の一部が離れていることと書き順が一筆書きのところがあることが判明。今まで26年間苗字を間違えて書いていた。は漢字の一部が離れている、本来は離れているべきところをくっついて書いてたとか、一筆書きのところがあるっていうのが分かった。これはもう全員一緒に苗字しに気になるな。これが何かな、どの文字かってことね。慶応大学の慶も難しいですね。俺うちの昔の実家の住所に慶応の慶っていう字が入るんですよ、はい、ずっともう54年間違って書いてた。住所上には上がいる、そうなんだ、点なかったわけよ、もうありで書いてて、僕も慶応の K 入ってるんですけど、もうカタカナの K。 ああ、小池原の K。 ずるいなお前。そうなんですよ、大丈夫、大丈夫、これで通るんですよ、カタカナの K。 もうショック、もう俺一人前の学校は長学校ってもんや。もう俺だよや、マジで。はい、今日お題がびっくりなんですけど、なんかみえちゃんあります、びっくりしたこと。はい、私のこのドレスをお母さんが私に似合うってことで注文してくれたんですけど。そうなんだ。そうです。でそれで向こうの手違いで、船便になってたらしくて、で本番前日までずっと届かなくて、怖っ。でそれでお父さんとお母さんがその前までめっちゃ探しててくれたんですけど、やっぱりずっと届かなくて、でその前日にもう私も学校休んで買いに行こうってことで、で買いに行くときにお母さんが、いや
ちょっと待ってってことで、いやあんたにこのドレスを着てほしかったら、いやこれは届くよってことで、でそれでドラマチック、そうちょっと待ってたんですよ。でそしたら本当にピンポーンって来て、おおすげえ、それで宅配便の人がこのドレス持ってきてくれて、待って、ま、あの大丈夫でしかったかってことで、でも私とお母さんめっちゃうるうるしながら、ちょっとこの時点でなんかもう持ってたんだね、価値は決まったみたいなところあるんですよ、エピソード盛りだね、すげえ。しかもそのグランプリ、アジアオセアニアグランプリと別に特別賞っていうのがあって、うんうん、でそれで、ベストドレス賞でこれかな、これ褒められたんだ、すごいだね、お母さん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 やりましたよ、お母さん、お母さん、お母さんギリギリまで配達業者こう押さえてたとかじゃないですか、なんでよ、なんでわざとしかませばギリでお願いします、もうちょい待ってんじゃないよ、いやすごいすごいすごい、勝つべくして勝ったみたいなね、おめでとうございます、本当に素敵。じゃあ続きまして、はい、ヒープネーム採用ブラボーさん、ありがとうございます。老人ホームのおばあちゃんが新人の介護士を気に入って、うん、私が今10年若かったらこの介護士さんと付き合ったのにと言った、うん、おばあちゃん10年若返っても74歳である。ちょっと寂しいな。いや、なんか、いや、いいと思いますよ。まあまあまあ、74でもね。50だな。50若かったらだな。4はノーチャンスなんですね。いやノーチャンスってなんだもんね。引くならもっと引かんとっていう。さて、番組内で紹介した過去の沖縄爆笑伝説は、はい、ウェブサイトからでもご覧いただけますよ。こちらの、はい、二次元コードからアクセスしてチェックしてみてください。はい、見やすいですよ。はい、では続いてはこちら。沖縄爆笑伝説パート2だよ。はい、じゃあ大谷あゆみさんも一緒にね。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。いや、嬉しい。はい、今週のお題はびっくりとなっておりますよ。はい、いきましょう。はい、では行きましょう。はい、まずはヒープネームともぶんさんいただきました。ありがとうございます。ラジオに投稿し始めた23年前のお話、ある投稿者のラジオネームが俺の本名のフルネームでびっくりした、そしてその投稿から判明したのは家族にしか俺が話してない内容だった、はい、わったおかよ、なんでラジオネームに俺のフルネーム使ってる、二度びっくりした、お母さんか。これ何、これ怖くないですか。怖い。何のためによ。お母さん自ら個人情報を発信する。我が家の名前使って。これ嫁さんとかに怒られるよね。怖いよ。なんであんたこんなことまで言うとか言って。本名ね。お母にメリットあるんかなこれ。だからな。内容によっても。続きましてヒップネーム頑丈親父さんからいただきました。ありがとうございます。車を運転してたら左側の歩道を腰が90度ぐらい曲がってるおばあがゆっくり歩いていた、うん、と思ったらおばあは歩行者信号が点滅した瞬間急に俺の目の前の横断歩道をダッシュで駆け抜けていきよった、クラウチングスタートみたいでびっくりした。あ、上がったんだ、これからこうなんだ、こう、こう風を避けながら乗ったら上がってた、あちゃんと行けるんですね。ちゃんと大丈夫ですね。オッケーです。オッケーです。なんか日常はこれが楽とかですよね。いざという時はこう行ける。行ける。普天間にいますよ。よく見る、よく見る。普天間にいますよ。普天間にもいます、こんなオーバーは。はい。じゃあ続きまして。はい。ヒップネームヌーヤがうれいさんからいただきました。ありがとうございます。家では無口でおとなしいおじい。通っているデイケアではマイクを持ってチャウタイ。あだ名はミックジャガー。ミックジャガー？何歌ったらミックジャガーなの？ミックジャガーの歌以外はもうミックジャガーじゃないですよね。ミックジャガーの歌歌ってるってことだよね。まあでしょうね。モテオバーですよね。やばいな。上手に歌ってるんでしょう。モテオバー。施設でモテオバーだ。施設でモテ。いやいや絶対そうですよ、ね、そうですよね、絶対そうです、男になるんでしょうね、そうそうそう、おばあちゃんたちもいっぱいいるから、そう、それがもう元気の源だから、うん、そうですね、家では喋らんっていうのは無駄遣いしないわけよ、いいことなんですよ、めっちゃいい、アーティストですよ、はい、アーティストあのお題びっくりなんですけど、はい、なんかびっくりしたことあります、あーもう見ての通りパンパンじゃないですか、いやどこやよ、いやどういう優しさよパンパンでいいよや、あのよく便器壊れるよとか聞きません、太ったら、この便器、はい、で私まだ割れてはないんですよ、かろうじて割れてはないんですけど、チャック壊れたんですよ、チャック、ズボンの、あマジで、閉まらんってこと、トイレ行った時に、うん、はい
締め忘れてる恥ずかしいと思ったら壊れてたんですよ。もう一回締めたやつがこうなったんだ。バーンってなってて脱皮みたいに、はい、バーンってなっ て, ていやケンシロウやしょすげえはぁーバーンびっくりしましたね。もう無理だと思ってちょっと痩せます、頑張って。いや痩せる、チャック戻ります。チャックこれこれも相当相当すごい YKK が頑張ったんですよ。相当相当すごいパワーで、申し訳ないですね、それなのに SDGs やってね。いやそれはいいわけ、だってそれはいいわけ、 SDGs は再利用すればいいから。もうびっくりしました、どうもありがとうございます。続きまして、上原さん、駿河屋ですいいのかな、これ、はい、どうもどうもありがとうございます。ほう、父と国際通りへ出かけた、うん、買い物と食事を終え帰ることにした、はい、コインパーキングに停めていた車を出そうとしたが、小銭と千円札しか使用できない精算機で、うんうん、財布の中には1万円しかなかった、うん、仕方なく父が、うん、飲み物買いながらお金崩しに行ってくる、うん、と言ってコンビニへ向かった、うん、10分後戻ってきた父が、あ、間違えて電子マネーで支払ってしまったと言ってまたコンビニ行きよった。わかるー、なんでよや、最高、何しに行ったかや、いつもの癖で、癖、あ、お父さん2回目行った時次カードで払ってほしいよ。そうですね、チャーマチ駐車場でこれ、いや何回やればや、面白い。はい、ということで大谷あゆみさんでした、ありがとうございました。コマーシャルです。はい、今日の主はびっくりですね。お願いします。びっくり、びっくり、両方あります。びっくり。そうなんだ。目から出る。沖縄爆笑伝説パート3だ。っていうまた3か、うん。早いっすね。はい、今週はびっくりとなっておりますよ。はい、ヒープネームのちみねさん。のちみねさん。のちみねさん、はい。ありがとうございます。近所に住んでいる70代のおじさんが、うん、春さわじゃしているわったおじいに相談に来た。うん、もう年だから私の畑ももらえませんか、うん、というおじさんに、おじいは2つ返事で快諾、うん、おじさん、割ったおじい90余るよ。じゃあ大丈夫、逆じゃない、20足しても死者に譲ったってこと、この人が最強なんだ、この人の90はもらいませんか、もらいませんか、70歳が90歳の畑もらえませんか、逆じゃなくて。やばいっすね。そして90は OK してあるんですか、うん、ってもらうよ、すごい、使うよ、相当健康なんだろうね。すごい話ですよ。続きまして、あ、ズバリヒープーネームはじめましてさん、ありがとうございます、ありがとうございます。お母から家の固定電話に電話があった、あんた今どこにいる。家で、いや、まにかけてるばや、固定ソウルム。いや、どこにかけてからどこにいるばって聞いてる。お母が家の中から携帯で電話したら面白い。どこにいる、どこにいる、一緒てや、うん、やっと一緒てや、家の中でもどこにいる、反対だ。寝室とか聞きたかったんかな、リビングとか、なんか洗濯物とか、マスクや、マスクや、マスクや、呼べどこにいるのかって、確かマスクや、面白いね。続きまして、ヒープネームチップップさん、チップ、はい、ありがとうございます。もう那覇空港の保安検査場でピンコーンって音が鳴った、うん、女性係員に呼ばれ、うん、金属探知機で体の周りを検査され、うん、下半身側でビーって音が鳴った、あ、いや変な、下を見たらチャックが全開だった。え、どういうこと、チャック全開って反応するんですか、開いてたら鳴るってこと、まさか、あゆみちゃんじゃないじゃん、これ、あゆみちゃん、まあゆみちゃんじゃないですか、これ前回ね、チャックが壊れてるっていう、わざと開いてるよみたいな感じで鳴らしたってことですか、ああ教えてあげたってこと、金属探知機を利用して伝えたってこと、じゃあ自主的にビーって鳴らせるってこと、あれボタンあるわ、あれボタンあるわ、あれビーってダメだよね、気分しないだったらダメでしょ。あ、もしくは2種類あるからな、はい、本当に金属に引っかかった時とチャック開いてる時の音って、分かる人は分かる、2種類あるかもしれない、ビンコンだ、あるかもしれない。続きましてヒープネーム吉尾さん、ありがとうございます。横になってテレビを見ていた嫁が、うん、よっこらしょとつぶやいたのにそのままの体勢でテレビを見続けていた。だからこうやってみたいな、よっしゃよっこらしょ、面白いな、何も動いてないっていう、何のよっこらしょやが、何に対してよっこらしょやが、旦那に対してのフェイクなんじゃないですか、
よっこらしょ聞こえたってことは洗濯物でも干してるんだろうなと思うっていうそんな複雑な話これ、ね、こんな難しい話じゃないだろう、ね、よっこらしょよっこらしょ詐欺だよっこらしょすげえ諦めたかもしれないよっこらしょキャンセル続きましてヒープーネームこれはやーやーやーでいいのかな、はい、ありがとうございます漢字ですよあーいや漢字だ、いやいや漢字だこの前うるま市の街中を走っていたら自転車に乗ってる人が胸ポケットにネギ刺して走ってきた。そのまま加工ですよね。ネギじゃないだろ。こうだよ。こう大丈夫？後ろ向きにやってちょっとアンテナみたいにしてる。スキューバーみたいな。あれ前に曲がったら落ちるから後ろ向きに曲げてこう風の抵抗。なんで神経やん。なんでこの長さの 5% ぐらいしか入らない。もっと入れたいよ。カゴないか自転車。飛んでいくよ。穴開いてて。ブレットヘッドにネギってなんなん。っていうかうるま市ディスるな。ディスってないです。ディスってないです。ディスってないですよ。続きましてイープーネーム浦添宜野湾僕伊平屋さん。ありがとうございます。ありがとうございます。あこれもすごいですね。割ったおば生まれてから今までずっとノーブラって。どんなメールよ。ちょっと待って。いや、ちょっとあるんですから、ね、観光総裁チャーしてる観光総裁よりももっと前学生時代とかいろいろあるだろあ、そっかでも時代が時代だったのかいや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 、あるでしょある時代でもスポーツのもうやってないのかニプレス死に持ってるんじゃないですかねニプレス死に持ってるってケースで買ってるかもしれないケースで、ケースで買うとかあるもんケースで売ってるから熱いんじゃないですかあれ何だよ何が熱いよR&K のパパさんありがとうございますうちの母と些細なことで喧嘩をした時母が突然私に向かってやーいお前の母ちゃんデーベソと一言、うんうん、その瞬間え、何言ってんだとさすがにびっくりしました自分の娘にやーでよやお前の母ちゃんデーベソやーでよもうあの、ま、やードゥーのこと言ってるのとりあえず漫画で見てあのセリフ言っとこうみたいな感じで言ったらそうそう悪口言っとこうデベソブーメラン投げたらクマに刺さってるデベソデベソが帰ってきた喧嘩でこれ言うの可愛いですねなこれちっちゃい子の喧嘩だよなやーい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 、うん、はい、では一旦コマーシャルです平和だなデベソとかあんま発したことないよどうだよ今時言わんよなあんまへそ見たくないじゃんえ今週もたくさんのメール本当にどうもありがとうございましたありがとうございました新たな爆笑伝説の認定今週はさあ誰でしょうか誰でしょうかうるま市で自転車乗ってる人が胸ポケットにネギ刺してたやややさんおめでとうございますいやどんな情報あの長ネギをさっきイメージしたんですけどそうそう、まあ、普通のネギかもしれないですねだってあるっちゃあるか髪の毛がなびこのと同じそうっすねここだけ長いなみたいな気持ちいいのかな本当に素敵な場所はいエロザイルさんモーリー、はい、テネシー州知ってるばテネシー詳しいよねテネシーばっかりですよ僕どの辺だっけあの南が午前中もテネシー熊南かいやいやいや南思ったよりこっち側っすよ思ったよりも自分なんかが思うほどこっち側っす初めてだよねテネシーあ、はい、もうキングスぜひねあキングスあと一緒ですね頑張ってください、ねはい、頑張ってください、はい、降りましょうはいじゃあ来週のお題はい、それでは来週のお題をカマキリでお願いしまーす結婚いいね今週もたくさんの投稿ありがとうございました、はい、来週のお題は結婚です、はい、あのテネシー州あのキャンさんが書いてくださったんですよいやいやいやどこかこれ、どここっちにメイちゃんが行きます右寄りではここは馬リック馬メールがリックメールが声が形化して上何あの馬みたいなね